YouTube をご覧の皆さんよろしくどうぞ。陽一郎です。最近ですね、ちょっとお風呂にちょっと目をつけまして、お風呂でいろいろ調べたところ、どうやらリンゴ風呂はダイエットにいいというふうに聞いたので、今日はちょっと早速やってみたいなと思いまして、こちらにもうここ2週間ぐらい置いてあるの、このリンゴずっとね、うん、でこのリンゴを使ってせっかくだから贅沢にリンゴ風呂をしてみようかなと思いましてね。よっ、まあでも一体どういう効果があるのか、実際にどんな効果があるのか、リンゴ風呂には疲労回復、リラックス効果、美肌効果、冷え性改善効果、新陳代謝の、促進効果、があると。ここの新陳代謝っていうのがダイエットに、だってもうリンゴ風呂ポッと貼るだけでも体ポッポッとなったらお前イージーだよ。イージーだな。先ほど測ったのが、153.90。 私今体重がですね、ちょっと減ったね。もうだいぶ減ってますよ、うん、で、まあこんな感じでこう数値がポンって出てくるんですよ。でそこに新陳代謝ってあるでしょ。はい、そう、そこを改善していこうかなと。これでなるから、じゃあ基礎代謝の、基礎代謝でそこをちょっと変えていこう、うん、これ乗ってもう一回測った時どうなるか。よし、じゃあ早速お風呂に行きましょう。さあまずね、入りますね。お風呂に入れるって気持ちいいな。さあというわけでお風呂に入りましたけども、はい、ここからどのようにしてリンゴをするか、なんかスライスしたリンゴを布袋に入れるっていう方法もあるけど、うん、今回はせっかくなんでね、バラバラ1個ポン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 と入れていきたいと思います。ゴージャスにね、じゃあチャレンジ入れてください。あっちっちボーンってチャレンボーンってちょ跳ねてるから、ちょっとカメラに跳ねるよ。あとで前濡れたら本当に切れるかと思う、それ本当にめっちゃ切れるからね、これもう濡れたら。あっちはい、というわけでね、うん、リンゴ風呂、うん、何も効果得られないですけど今のところ。じゃあ30分後また会いましょう。わかりました。何チャレ、うん、今調べたらね、うん、これでもいいんだけど、うん、その速攻力が欲しい場合は、うん、やっぱり身を出した方がいいんだって。ああ、中身をね。うん、また後で。ええリンゴ減りすぎじゃない？いやいや、こんなもんですよ。粉砕されてるんだけど何があった？いやいや、なんもないですよ。食べた？いやいや、なんかだいぶ自然に置いてたらこうなった。ああ、溶けた。うん、最初からこれで今から食うすもよくねって話しよう。うん、あ、でもだいぶ汁が出てるね、リンゴ。そう、結構出てるね。はい、ちょっとシャワー浴びるから。はい、二人さんのデータ入力をします。はい、すると勝手に起動します。はい、で、これが0になったら取ります。はい、はい、さあ、というわけでですね、上がってるかっていうと、このようにググンと下がるんですよね。下がってるでしょ、うん、一番丸ぽっちが今日のやつ、うん、今日もさっき見せたやつよりも多分下がってる。ええ、素晴らしい。基礎代謝は上がった方がいいんじゃないの？そうです。でも汗がすごいわ、これはもうやべやかく、やっぱり効果ある。うん、いいと思うよ。リンゴね、丸々1個入れてこう崩しながらっていうのも面白かったけど、うん、まあ、やっぱちゃんと後処理のことも考えると、最初からやっぱネットとかに入れてやった方が、楽かもしれないですね。より効果がやりやすいかも、うん、ということで以上、リンゴ風呂はダイエットにいいという結果が出ました。まあでも誤差ですけどね、うん、まあでも塵も積もれば山となると言いますからね、私の体重では何の当てにもならんかもしれませんが、やっぱりね、ダイエットたるもの、目に見えた数字がよくあるじゃないですか、テレビでも。なかなか痩せないなーなんつって、うん、こうせっかく取り組んでるのに痩せないからやる気がなくなるっていうのもあるんでね、目に見えてこう痩せるって分かれば少しも自分のプラスになるんじゃないでしょうか、はい、今ダイエットに悩んでるそこの君、はい、食べ物だったり運動だったりもするけども、お風呂も変えてみたらいかがでしょうか。以上、きょうちゃんのリンゴ風呂でダイエット試してみたでした。